Come on! Woo! I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. And I found a girl beautiful and sweet. And I never knew you were someone waiting for me. We were just kids, but I was so in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on grass, listening to our favorite song. When you said you look a mess, I whispered underneath my breath for you. Your heart did tell you you look perfect. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her own. I found a girl to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of her own. We were still kids, but we're so in love, fighting against odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be my girl, be your man. I'll see my future in your eyes. ビッシュマン。どうも、ザ・ルーデンスです。イエーイ。本日は、はい、エド・シーランさんの、パーフェクト、パーフェクト、歌わせていただきました。はい、パーフェクト。パーフェクト、パーフェクトの演奏でお届けしましたが、いかがだったでしょうか。まあ、ちょっとミスりましたけど、ね。ちょっとどころであるか、まあ、いろいろミスりましたが、味ということで、そうね、いいんじゃないでしょうか。そういうことですよ。まあ、このパーフェクトはですね、リクエストの方をいただきまして、うん、はい、やらせていただいたんですけど、嬉しいね、リクエストね。いや、嬉しい。あのリクエストめちゃくちゃ嬉しい。我々、エド・シーラン好きで、いろいろ1、2、3曲ぐらいやってきて、うん、パーフェクトもやってくださいと言われて、やったんです、うん。あんま入ってこないんだよな、話外に引っ張られて。これを言いたいだけで。もともとみんな好きだった曲だと思うんだけど、好きだね。好きですね。どうですか。ミュージックビデオが綺麗なんですよ。いや、とってもね、ミュージックビデオがすごくいい。そう、激ロマンチックだよ。激ロマンチックだし、マジで、なんかこれを本当に作ってさ、
そのパートナーの人に歌ってあげるシーンを想像したらもうめちゃロマンチックじゃない？いや、やばいぜ。めちゃくちゃロマンチック。世界一ロマンチックだよね。あ、まあ、なんか映画ぐらいのこう内容量あるねえ、ね、そうそうそう、そうだな。なんかちゃんとストーリーになってるのもさ好きでさ、すごくこの歌、うんうん、そのあの時はのところもあって、今もあってみたいなさ、うん、もう超好きだわこの歌は。間違いない、うん、激ロマンチック。激ロマンチックですね。マリア、どんなところが好きですか？いや、なんか僕はなんかまたちょっと歌とは離れるんですけど、あの、幸四郎さんが、うん、前の前ぐらいに住んでた、うん、なんか家に、なんかこのこれぐらい、あのこのメンバープラス、あと京都で、そう、京都で、うんうん、まあそこで、うん、あのなんか幸四郎さんにギター弾いてもらいながら僕が歌うっていうのを、あのギタレレね、そう、ギタレレ、そう、でっていうのをなんか僕の多分まだインスタに上がってて、そう、だからそれからどれぐらい経ったんだろうな、まあでも2年ぐらい経って、我々今はまあ膝を休みにしてるから、まあ3人での演奏になってハモリもしちゃって、うん、本当だね、なんかこう成長感じる。確かにね、そうだったのか、そんなこと思いながら歌ってたのか。個人的にはそういう思い入れがありますね、パーフェクトは。確かにそうだったね、あの時あのギタレレ買いたてでさ、確かこれコードがさそんなに難しくないじゃん、ね、だからなんか好きな曲でコード簡単に弾けそうなやつと思って、ほんと最初の頃に練習してたやつだね。そうなのか、俺それ知らないんだけど、仲間外れにされて。いや、いました、いました。あのね、あ、なんかね、めちゃめちゃくしゃみかなんかしてた。とんでもないくしゃみがバーンって。まあそんなさ、ちゃんと撮ったわけじゃない、カジュアルな感じでなんか回してただけ。あ、ムードぶち更新してアンパーフェクトにしたという役目だったんですね。そうそう、懐かしいね、懐かしい、ね、まあ楽器を弾きながらハモるとかさ、うん、こう集まってワッとやるっていうのはできなかったからさ、その時。そうだ、そうだね、確かに。みんな離れます、少しずつパーフェクトに近づいている。いいね、我々これからもよろしくお願いします。では、また次のところでお会いしましょう。お会いしましょう。バイバーイ。